ズルハゲ。皆さん今すぐ自分の財布を取ってきてください。すごい嫌な予感がするんですけど、はい、みんな財布出して。今日の企画は今から2人決めて、その2人の財布を交換してもらいます。それぞれの財布の中に入ってるお金で生活してもらいます。くじで決めますんで、誰と誰が交換するか。うわやだ。なんとなくだよ、ここはなんか俺持ってるイメージあんだよ。まだこの人が未知数なのよ。わけわかんないから。これじゃ決定してから見る方がいいよね。決定してから見よう。でそれではじゃん、はい、取ってください。はい、これで決まるの1日だよ。丸1日です。はい、持ってる人とだったら逆に変わってラッキーだから。自分がはい、それではいきますよ。せーの、うわおお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 おい、お団子さんは2つ折りね。ボールスミス。僕もボールスミス。じゃあちょっと交換しまって。チェーンジ。じゃあお団子さんの方がいく。はい。あれ入ってる。おお。まあまあまあほら。今入ってます。394円入ってます。はい。今4000。394円です。おお。まあまあまあ。まあ問題はこれですよ。いきますよ。まずお札、お札。入ってる入ってる入ってる。おお。2000円。はいはい。まず2000円ね。115。115円です。2115円。はい、マジで。電子マネー系なんでしょ、使う。そうなんですよ、僕基本電子マネーで全部お金払っちゃうんで、現金あんま入れないようにしてるんですよ。いや逆に2000いくら使えるの。そうだよね、俺の人質一番それでは財布交換生活いってみよう。頑張って。はい、ということで新宿来ましたね。来ました。はい、じゃあこっから僕たちの旅は始まるわけです。そうですよ、2000円それはしょうがないです。未だに納得できてない。いつもこれぐらいしか入ってないです。最悪だよ。でも僕のお金はもう存分に使ってください。いやそりゃそうだろ。そうなの、楽しんでる。うわ力めっちゃ入ってる。じゃあね、もう行くよ俺。はい、飛び立ちます。バイバイ。じゃあまた。ああ、はい、ということでですね、せっかくなんでお台場に行きたいと思います。はい、まずご飯なんですけれども、お金があんまないということなので節約節約で行こうと思います。ご飯買うのがこちらです。ドンキホーテさんでございます。こちらでちょっと安く飲み物と食べ物買って、どっかで食べたいと思います。はい、お台場に来ました。何でもあるんで一日楽しく回れるかなと思ってお台場に来ました。まあ、あいにくの天気なんですけど、まあ、早速なんですけどお腹が空いたので何か食べようかなって思います。はい、ドンキホーテさんでこちら水2本買いました。1本が38円とかそんなもんで、2本で80いくらでした。めちゃめちゃ安い。ちょっとご飯は僕カップラーメン買おうと思ってて、お湯もらえないのでちょっとコンビニでどっか公園で食べたいと思います。お腹空いた。ご飯はですね、お台場の築地食堂げんちゃんさんで食べたいと思います。はい、来ました。しらす丼と刺身セットです。こちらがですね380円です。でこちらがブリ大根単品で891円です。オレンジジュース100円。で先ほどさんの高騰費は約500円。まだまだ今日は豪遊できそうです。いただきます。はい、公園来ました。新宿のこちらエビのトマトクリームカップヌードル、これが200円ぐらいですね。お湯でさせてもらってっていう、これを食べてちょっと一回お腹しのぎたいと思います。夜がっつり食べるためにちょっと節約してますから。うんうん、いただきます。おいしい。マグロ、めっちゃうまい。はい、ということで、ちょっとお腹膨れましたので、あと1700円600円でそれ以内で遊べるのをちょっと探しながら、新宿をちょっと散策したいと思います。絶対翔ちゃんより楽しんでやる。2000円で。お疲れ様でした。この後もまだ時間あるので、なんかその場所見つけていきたいと思います。せっかくなんで、ズルハゲさんになんかプレゼント買ってあげようかなと思ってるんですけど、ズルハゲさんのお金なんですけど、プレゼント選びに行きたいと思います。はい、ちょっと新宿歩いてたらこちらユニクロと GU の入ってるお店、ビクシロのお店の前まで来ました。ちょっとこれ見てたら、最近下着がボロボロになってきたので、ちょっと安く買いたいんです。なんか買えたらなと思います。ちょっと行ってみます。アジアショップでなんか服買うのとかもいいかもしれないですね。アジアショップで服買うのとかいいかなと思ったんですけど、高いっすね、なかなか。結構1万円近くしました。うわぁ、迷っちゃう。あ、出た。ドラゲさんよくこの T シャツとか買ってるんで、いいかもしれないですね。
ちょっと選んできます。はい、GU さんに行ってきたんですけども、そこで639円ですかね、パンツ買いました。で買えたんで1個これでね手に入れたんでちょっと満足です。今ここロータリーみたいなところにいますけど、ちょっと時間潰してちょっとここらで一発ギャンブルと言いますか、ちょっと一発逆転多分できると思うんで、スクラッチくじをね今からちょっとやりに行きたいと思います。もうそろそろ2時なんで、ちょっとここら辺で電子金たんまりねゲットして最後夜ご飯がっつり食べたいと思います。はい、ズハゲさんのプレゼントなんですけど、結局これにしました。で、漫画、ズハゲさんはですねあんま漫画とか読まないんですよね。で、これを機に漫画好きになってもらいたいなと思って、まあ、ズハゲさんのことなんですけど、で、今所持金が9500円ぐらい所持金余ってます。ここから帰り道のお金とか夜ご飯のお金を計算しながら残りのお金で遊んでいきたいと思います。どこ行くんだ、どこ行くんだ。休みの人に会った。休みの人って何してんすか。僕と翔ちゃんは頑張ってやってるのにずる休みしてなんかコートみたいなの着てるじゃないですか。革靴だ。そんでそんなにお金もらってるんですか。てめえどうしたの。あの休みの日に履かないと着くて着けないの。そういう理由があるんですね。え、どうしたんですか今日一人で。髪切ろうと思って。じゃあ一緒に行きましょう。付き合ってください今日は。いや、やだよ。楽しんでください。頑張ってね。あ、どうした。変な人いた。ちょっとじゃあスクラッチやりますか。200円のやつで2枚、はい、400円です。200円のスクラッチを500円で削りたいと思います。お、おでん1個だけじゃダメですか。あ、でも今リーチ2個。あー頼む。でもなんか桜が出ちゃった。ダメだラスト。ダメだ、むず。楽しめました。よかったです。今日1日僕2000円で過ごさなきゃいけなくて、もうその14使っちゃったらあれじゃない。それももうここに来るまで1000円使っちゃったんで。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ダメでした。まだ夕方前だよ。はい、またちょっと新宿歩いてね気になったお店ありました。こちら、はい、お言い訳団子さん。ちょっとねここでお団子買いたいなと思ったんですけど、お団子買ったら夕飯のお金なくなります。パンツ買わなくてもよかったな。歩きたくない、疲れた。なんでちょっと気持ちを高めて運を良くしたいと思います。花園神社っていうのがあるんで、ちょっとそこ行って清めて精神をきれいにしたいと思います。はい、こちらでございます、花園神社さん。こちら入ってちょっと運気を高めさせていただきたいと思います。この厳かな感じ、ちょっともう夕方になってライトアップされてますね。この神々しい感じ、お金は入れてないので。何すればいいの夜のご飯まで。はい、ズハゲさんのプレゼントを買い終わりまして、外出たら結構暗くなってました。やっぱお台場来たら観覧車乗りたいなと思って、観覧車に乗っちゃおうかなと思います。あー、すごっ、高っ。あの今ここてっぺんの 115m らしいんですけど、お台場一望、東京タワーも見えるし、こんなすごいんだ観覧車。めちゃくちゃ久々に乗ったような気がするな。はい、観覧車に乗ってきました。めちゃくちゃ夜景綺麗でした。すごい。料金は1000円だったんで、8500円ぐらい余ってます。今時間で言うとだいたい5時半ぐらいなんですけど、時間的にもあと何個か遊んでから夜ご飯を食べたいと思います。はい、ただいま僕はどこにいるかと言いますと、バルト9映画館に来てます。なんですが、映画館見れません。なんで雰囲気だけ味わいに来ました。ポップコーンの匂いとか嗅いで戻りたいと思います。いいな。よく企画で新大久保には来たりするんですけど、夜来ることってあんまないんですけど、新大久保に何を買いに来たかというと、パック買いに来たんですよ。普段自分が使ってるパックが新大久保に売ってるんで。マスクです。メディヒールの敏感肌用の緑のやつなんですけど、10枚入りで1500円です。結構いい値段です。これを買いたいと思います。新宿に歩いてる途中にすごい映えてるお店を見つけました。こちらです、絵の中カフェ。お店の中が絵の中みたいになってる、映えてるお店なんですけど、早速行ってみたいと思います。めちゃくちゃおしゃれな店内に来ました。ショコラケーキ770円です。はい、新宿を歩いてるうちにもう夜。さすがにカップラーメンと水だけじゃついな一日。やっぱお金かけずに遊べるとこ少ないですね、さすがに新宿は。今日一日翔ちゃんどんな遊びしたんだろうな。一人でご飯がおかわりたくさんできるところは吉野家さんでございます。ここで食べて満足得たいと思います。は
い、吉野家さん、2階来ました。あ、2階は誰もいない、貸し切りです。あ、やっと座った。いやー、牛肉5膳、税込み710円、こちら、食べたいと思います。あ、やった。はい、ということで吉野家さんでご飯食べた後にね、翔ちゃんと合流する時間があるので、外のフリースペースで駄菓子を食べながら、ドンキで最初の方に買った水を飲みながら駄菓子飲みっていうのをね、寒空の下やったら楽しいんじゃないかと思って、コンビニで買いました駄菓子、いろいろ買いました駄菓子、残りなんと6円なんで、この駄菓子を食べながら、飲んでね、翔ちゃんはしたいと思います。フリースペースでお菓子と水、とんかつ新村さん、行きたいと思います。じゃじゃーん、黒豚ヒレエビ定食3500円です。3つとご飯セット、炭酸水が200円。はい、とんかつ新村さん食べました。すっごいボリュームあってマジで激うま、今日はもうめちゃくちゃ満足に楽しみました。今からズルハゲさんとこの辺で落ち合う予定なんですけど、多分ねこの辺にいると思うんですよね、ズルハゲさんが。あ、痛いこんにちは。なんか満足してる感じ。楽しく過ごさせてもらったんですけど、なんでいくら使った。俺2000円ほぼ満々使った。すごいちゃんとギリギリだよ、俺ギリギリまで。だからうまい棒買ったりしたの。マジっすか。結構あの節約はしました。頑張ったんですけど1000円残っちゃいました。ほぼ使ったやつじゃねえか、じゃあ全部。はい、しっかりと。おめえ豪遊してんじゃねえか、1日で1万いくら。楽しませてもらいました。プレゼントも買いましたから、お団子さん。プレゼント、はい、ズルハゲさんのお金なんですけど。何それ、でかいじゃん、なんか嬉しい。書店だから、はい、本だ。本です、本です。いろんなおすすめの漫画の一巻スタートだ。こうやって選んでくれたんだね、はい、俺のために。しかも僕が好きプラスお団子さんが好きそうだなってやつ選びました。おちょっと嬉しい。まあまあまあ、はい、二度と僕はもうやりませんけど、はい、早く帰ろう、寒いんだけど。帰りましょう。ほら、いや、何万持ってるのこの人。全部1000円、全部1000円です。